次はちょっと地方に行ってるね、ここまではね。
両手でしっかり伸ばして、1、これは伸ばす、かけすぎにならない、まっすぐ戻すから間違いないですね。3、10、から少し高めにここへ持ってきて、それを手で止めないように。次はいいかな。1、ね、これはどうなの、ね、ここでノータイムボールを振るとこう、はい、ゆっくりやってみようか。ボールを取ってみよう。いいかな。次は、はい、1、押し込む、ね、ボール相手に押し込んでボール奪おうとして、ね、この技分かるかな。もう今ボールだよ、ここね、バーで高いボールがここで入ってる、ね、はい、この技ね、はい、次今度はボール相手が腹を抜いた、飛び上がって元の位置に戻る、これはずれちゃうからね、これは原点、なるか、はい、飛び込んで、はい、だからこれはこう避けたらそのまま手はだからこうなるね、このイメージで自分で棒を持ってやっとこうだからね、そしたら入る、ここから入る、1、これは持ってる、これは演技やぞ、カウントでしょうは
立ち方ね。これから1、2、3、4、5。はい、次ね。はい、これ1。これは、これ目標ね。これがちょっと高いね。これは中段です。いいですか、指定型は中段です。これは高くならない。中段の肩、肩より低い肩と、まあ、肩より肩と。おお、それで次ね、三日月指やりますよ。特に首は、この足が、飛び上がっちゃダメです。この足は血についてる。三日月指やるときね。わかるかな、さっき飛んじゃったな。さっき、長男で。飛んでたでしょ。これだとダメだね、姿勢型はね。姿勢型ね。あくまでもね。姿勢型は、中段。で三日月蹴りしたときは、この足が飛んだ。それから、はい、よし。で、これも、しっかりね、固定できる。そしたらこの足はこの足の横、ここに行く。行ってる。そこからこうして三日月蹴りをしたら、これはここの足のここに行く。だからこれは横に、その前じゃない、そこに置いてこうずれる。ここね、払って、で本当はここから後ろ蹴りが入ってる。それを略してる。で、ここは韓国台と違って、後ろ蹴りが入るから、後ろ蹴りが入る。で、こっち側よ、韓国台。これは昔から伏せたんでね、この後ろ足、かかとを浮かせる。浮かせていくね、浮かせない。ここは同じね、姿勢を、遠くを見る姿勢を伸ばす。これは一緒。この力からね、手も一緒だ。この後ろ足の方の違い、覚えてね。もう一回やってみよう。前。ずれるね、もう一回。前足同じことだ。後ろ足のここに。後ろ足出すんで。頑張ってるから、はい、ここで質問。どうだ、はい、ここで早く。